先ほど大きな7700の上がりで勝又一気に持ち点を回復してきたところ、さらに上を狙うにはこの親番手放したくありません。ギャンピン椅子ぞ、まだ入らない、いや入らない。そして転廃している伊達はウーピン短期を続行中です。白町にも変えない、もう変えないですよね。勝又にウーピン危ないんで、ウーピンが切りづらいんですね、ええ、どう、ああよくイーソー入った。はい、ここで勝又に形式転廃が入りました。役はありません。流局まで持ち込むことができれば、ですね、まだ1枚残ってますね。あと1巡です。リャンピン、これは役がないので上がり宣言はできません。まだありますね。流局になれば転廃連チャンできますが、どうだ、あ流局になった。伊達ウーピン積もれず、これは大きな手ですから伊達としても上がりたいところでした。法廷の切り番です。まあね、5万にはできないもんな。伊達ですか、はい、ウーアン短期ならば積も上がりがあったかもですけどね、合わせたんで太郎がウーアン、そうするとね、それで勝又に泣きが入って、はいはい、伊達のところにウーアンが来たという、はい、さあこれ困ってますか。 E ピン、まあ、法廷で論と言われる可能性が一番低いのはどれだ。 C ピンかな、伊達に通ってるんで。なるほど、伊達に通っているのは C ピンや E ピン。親番勝又にはサブローマン、イースピンは切れないと思うんですよ。形式転売の可能性あるんで勝又に、はい、だからチーピン、あリャンマン、リャンマン、うん、なんせ伊達に取ってる牌切らないとまずい局面なんで、はい、難しかったですね。流局です。勝又と伊達の2人転売しのぎ切りましたが、太郎の持ち点は減っていきます。火山としては連チャンできてほっと一息、ほっと一息ですね。さあ、あとは今回のハイパイはどうだ。つないだ、つないだ感じ、つなぎました、ね、苦しい手だったのに。さあこの手は赤が2枚、形さえ整えば打点はありますね。この手は上がりやすいです、ね、2つ、これは上がりそうですね、はい、当時は久しぶりに。伊達はまたまた九州、はい、九州9敗、また国士無双も見ながらの進行になりそうです。ですから伊達の手に難があるんで、東条の難がね、あと1枚がどこに行くかっていうことですよね、はい、場には出てきづらいですね。これもイーシャンテンなんですけど、うん、でこれ老僧にがリアン面になった時に東条がどういう判断をするかですね。うん、9万9万っていく可能性が結構高そうですけどね。そうですか、なんかダブなんでリアンハンつくからお得だなと思って残しそうな、だからあ迷わないようにさっき切りましたね。え、迷っちゃうんで、あれリアン面になると、そうですね、未練を断ち切るというか、はい、ダブなん使って上がるぞという意識を見せたのは東条です。難が浅ければ登場の上がり、はい、ああよかったかな、なんだろうこれ。さっきローソー捨てたところに赤ウソがやってくる、ちょっと悔しいですね。ちょっとね、うん、4統一になった太郎です。赤やドラはありません。親番勝又の手が徐々に整ってきている。このウーピンツマは嬉しい、これはもう動けますね。そうですね、スーピンチーピンパンスをポンするでしょう。両面チーはしません。ハツが重なった。九種十敗ですね。全然引かなかったね。国士無双上がれる時ってハイパイから6巡目ぐらいまでに、うん、はい、2つか3つは引いてくるんでね。
九州から九州変わらずですね、1打目終わって残念でした。欲しいのはトン9番とソーズが2種類でも山には生きてますよね、うん、9万が残り1枚さあ楽しみなのはこちら親番勝又ですね。上がれそうじゃないですか、はい、一通の可能性が出てきたのは東条。あ、一手進みましたね。あ、ポンだ。チーピンが出て親番勝又がポンです。すごくいい形になったところでポンできましたね。はい、太陽は赤のイーシャンテンです。あの、なんか来た。最後の一枚。アウパワンだ。これで伊達の国士無双の可能性がなくなりました。東条のリーチはウッパーワン待ち。リーチダブナンドラ8000からのリーチです。よくリーチ来ましたね、うん、怖いね。ごめんなさい、何伊達が持ってるので国士の可能性がなくなったわけではありませんでした、大変失礼しました。これは太郎難しいな。これチーだ。筋の3品からこれをチー、でチーでスチーワン、はい、追いつきます。ウッパーワンの方がどうかな。ウッパーワンの方が多そうですね。一発もだった。あ、勝又が仕掛けたことでウーワンが伊達のところに行きました。東条の一発相撲が逃れていって太郎に転敗。パーワン出る、ね、上がったのは結局東条でした。8000は8600、リーチダムナンドラ8000は8600、持ち点を5万点に乗せてきます。太郎が箱下に沈みます。勝又の親番はここまでとなりました。いやフェニックス5万点を超えてきてトップが見えてきましたね。そうですね、これはかなり見えたんじゃないですか、今のダメ押し点。はい、しかもこの親でもう一稼ぎすれば、はい、フェニックス登場の視点からしますと、あと障壁は一つない。4局親番が残っている伊達有沙、はい、ドラマリアンピンです。